タートキング争奪戦5日間シリーズの開催4日目、競争水面上は今日のラストカード3つ目の順位第12レースを迎えました。6号艇の上田太一は定段離れていきました。対戦メンバーは1号艇萩原秀人、2号艇西村勝、3号艇橋本俊光、4号艇堤健一、5号艇谷本浩二、6号艇上田太一以上の6選手の争いです。スタート展示では並びは1番、2番、3番、5番、6番、4番という並びでした。3対3と分かれていました。インコースは1号艇の萩原秀人です。今日の1回目第8レースは2着でしたが、オール2連帯継続中です。隣2コース2号艇の西村勝は2勝オール3連帯中、3コース3号艇の橋本俊光です。4コース引っ張っていきました4号艇の堤健一です。5コースには5号艇の谷本浩二、大外6コースが6号艇の上田太一です。ダッシュ勢スタート展示とは並び変わりました。本番レース枠番通りの3対3です。第12レース進入1コースから1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇萩原、そして2号艇の西村、3号艇橋本、アウトコース6号艇の上田コースタート、1周1マーク、1号艇萩原逃げる、3号艇の橋本外、内からは2号艇の西村、さらには4号艇の堤バックストレッチ、1号艇の萩原押し切っていって新リードで先頭、2番手2号艇の西村、3番手3号艇橋本、その後ろ4号艇の堤が内、外では5号艇の谷本、6号艇上田スタート正常、1周2マークから直線コース、1号艇の萩原、2番手は2号艇の西村外、3番手は4号艇の堤の内からは3号艇の橋本、ホーム直線コース、3番手争い3号艇橋本、4号艇堤ですが内からわずかに3番手優勢、3号艇の橋本です。21マーク1号艇萩原、2号艇の西村、3番手内から5号艇の谷本を攻めていきましたが、かわして3号艇の橋本、外では4号艇堤バックストレッチに入って3番手2停身3停身とリードを取りました。3号艇の橋本です。4番手4号艇堤、22マークの旋回です。人気に応えて先頭1号艇の萩原です。2番手が2号艇の西村、3番手は3号艇の橋本、レースこれから最終周回に入っていきます。インから押し切って先頭1号艇の萩原、4停身から5停身のリードです。最終周回1マーク、2番手2号艇の西村、そして3番手3号艇の橋本で最後のバックストレッチ、上位体勢は1番3番の体勢です。4番手は4号艇の堤、その後ろ6号艇の上と5号艇の谷本です。ラストターンマークへと向かっていきます。1号艇の萩原、シリーズ6勝目見えてきました。2号艇の西村、そして3号艇の橋本、2番手3番手です。6勝オール2連対ファイナルも絶好枠で登場です。先頭1番の萩原、人気に応えて5輪、2番の西村、3番橋本5輪、4番の堤、6番の上田、ラストは5番の谷本5輪。